トラックで今年初参加の山口でございます。皆さんが笑顔で、楽しんで、自走で帰るのが一番のモットーの会ですので、皆さんで楽しくお願いいたします。よろしくお願いします。キュウリが見えるお願いします。ちょっとバカの方、俺は演奏 NG なんだよ。オートバイク8ラットの決勝、シゲラに注目だ。赤ラップで今日、さらえましたよ。おいしいです。インサイド、イエロー、シちょい濡れが一番滑るんだよね。もっと濡れたらタイヤとか変えないとダメなんですか？いや、このままなんだけど。このままなんです。空気圧を調整して、はい、この車の動きを変えるのね。空気圧とかそのサスペンションとかを変えて、はい、これぐらいが一番こう難しくて、その晴れの仕様でいくか雨の仕様でいくか境目ぐらい。そう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 。でこれぐらいの台数がバッと走るとすぐ乾いちゃうから、はい、雨の仕様で乾いてるとこ走るのは結構リスクなんだよね。だ僕は今は晴れの仕様だけど、はい、最初はかなり滑る。結構乗ってても全然分かるぐらい滑るんですか？多分乗ってたら初めて同乗走行。初めてです。ああ、多分すごいびっくりする。あ、そうなんだ。みたいな。ただ、さすがに今日のコンディションでそこまでやると感性に怒られるから、はい、それはしないけど。いや、つくば久々だぜ。このピットロードってさ、速度規制があって、はい、各サーキットによってさ、速度が違う。これあれ40キロじゃん。はいはいはい。ここは40キロで走んなきゃいけなくて、はい、先週走ったスゴーサーキットって仙台とかは60キロ、富士も60キロだったりとか、ここの速度違反結構厳しく取られたりとか、はい、あとサーキットってそのホワイトラインってあって、はい、そのピットアウトするときにこう白い白線があるんだけど、はい、そこを踏んではいけないとか、はいはい、いろんなルールがあって。これ走行会でもここを速度違反とかするとペナルティになる。あ、その個人のドライバーに対してペナルティで。そう、怒られる。あ、そうなんですね。一応ルールだから。レースだけなのかと思ってました。いやいやいや、今日も速度違反したら怒られるよ。僕が呼び出される、まず。すごくこうここ10年20年でサーキットっていう垣根が下がったのね。走りやすくなって、はい、でいろんな人が走るようになったんだけど、走りやすいがゆえにそういろんなこうマナーがあって、うん、これね、この点点点、はい、これを踏んでる。こっちから速い車が来た時危ないじゃん、合流の時。そう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 。おお。でコースインしたらまず最初はインベタで走るとか。うおお。
で今は木旗っていうのが出てて、はい、1周目はこう追い越し禁止なの、うちのローカルルールなんだけど、はいはい、タイヤが温まってないのにいきなり行ったら危ないでしょ。結構危ないね、スピンしてるね、これ。いや、これは滑るぜ。ほら、すごい滑るでしょ。これぐらいになってくると、はい、ちょうど乾いてるか濡れてるかの境目ぐらいで、だいぶグリップしてくるよね。これで境目ぐらいなんですね。今境目ぐらい。結構濡れてるように見えますけど。見えるよね。でも結構食うよ。でも調子に乗ってる、あ、ほら調子に乗ってると今見たい、おお。滑るわけですよ。すげえ。ほら、ああなるの、こうなるわけですよ。スピンしたりすると木旗が出るっていう感じ。そう、危ないですよって。やっぱ乾いてる。一応挨拶してみたりとか、ね、ハザードとかウインカーっていうのはどういう。ハザードは、はい、あれは急ブレーキしてこうタイヤがロックしそうとか、はい、こう一般道だとさ、ほら急ブレーキ踏むと危ないじゃない、はい、そういうのでこうチカチカして、この人急ブレーキ、ブレーキ強いの踏んでますよっていう合図で、はい、普通にこうハザードはサーキットだと走行終了の時とかハザードを耐えたりするんだけど、まあローカルルールだったりとかするんだよね。そういうの、今の左ウインカーみたいなのはあれは譲ってくれてる。ああ、なるほど。これ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 。よく見えてる人はああやって譲ってくれたりとか、はい、あと自分より早い人が来てくれたらこう譲るっていうのは結構マナーなんだけど、はい、最初のうちはなかなかできないから、うん、うちの走行会とかはもう遅い人が優先だから、はい、早い人がこうケアして抜いてくっていうのが、うん、まだこの車は全然会話できない。まだちょっとお互い半信半疑。1本目とか特に。そう。だいたい仕上がってるんだけど、これ金目のサスペンションだけがまだあの本ちゃんがついてなくて、はい、ちょっと難しい動きが。そうなんですか。山口社長はタイムは結構気にするんですか。昔は気にしてたけど、うん、もう最近はそんなに。あ、そんなに気にしてないんですか。うん、
とはいえ1本目は結構いいタイムだったと思うんですけど、まあ、そうなんだけどでもやっぱりこう最近はもう車速いよりもバランスの方が大事だったりとか、はい、あと壊れないとか、うん、あと僕はどっちかっていうとストリートに重きを置いてるから、うん、サーキット速いではなくてストリートに乗りやすい車はサーキットも速いっていう考え方だから、うん、どっちかっていうと街乗りしやすい車をサーキットに持ってきてるみたいな、うん、なるほど、そういうことです。まあとはいえね、まあ、どれぐらい出たかなっていうのは見るけども、うん、なんか地気象とかやったとかっていう感覚は昔よりかはもうだいぶないかな。さっき若い方3人いて、はい、インタビューしたんですけど、最後は攻めますみたいなぶつけんなよって言ってたけどね言ってたんで、いやでもああいう20代の子たちが、はい、ああやって頑張って走ってるのはすごい応援したくなるよね。そうですよ、なんかあの若い方あんまり 見なかったんでこれまで。そうね、そうね、はい、なので若い方もいっぱい入ってくると、いやすごくいいよね、はい、僕もだってああやって20代とか前半の頃お金ない中こう一生懸命やって、はい、で先輩とかにガソリン入れてもらったりとかして僕はサーキットじゃなかったけど、はい、でもなんかすごいこうあの時の先輩の気持ちが分かるよね。うん、まあ今日実際初めてサーキットで走ったっていう、あの、あそうね、はい、6万の方ですかね、はい、でもすごいマナー良かったよ。あ本当ですか、うん、あのレースのってことですか、レースっていうか走行 のコース上のマナーもすごく良かった。すごい見てるしね、逆にそんな気使わなくて走、気使って走んなくていいよって言ったぐらい。なんかあの今までずっとゲームで筑波サーキットで走ってた。あ、そうなんだ。それが実際こう今日リアルで走れてるっていうのにすごい興奮してるみたいな流行りのやつだね、はい、ゲームが実際に入るってさ、なんかすごいいいエピソードだなと思って、うん、だってプロドライバーでもそういう子いるもんね、実際ゲームから入ってくるさ。なんか今日は体で感じれてるのですごい楽しいって言ってました体で感じれた濡れてたけど今はもう完全ドライで。そうですね、うん、2人乗ってると重いねやっぱ運転してる感覚も全然違うんですか。全然違うよ。全然違うんですね。やっぱこういう時に曲がらなかったりとかさ、はい、こういう加速の感じとか、だって何キロ ?60 キロぐらいある ?60 キロぐらいですね。だってチャリンコ2人乗りして乗ったらさ、確かに全然重いでしょ。違いますね。やっぱりさっきの方もサーキットだと伸び伸び走れるっていうのでそうだよね。やっぱ一般のところでは自由に走れないと思うんで、そういうのも魅力の一つかな。最初はすごく、今日は2回目なんですけど、1回目はすごく、ハードルが高そうだなと思って緊張したんですけど、みんな親切で、アットホームな感じで、楽しめました。で、まあ、続けてコリボ戦の2回目に参加したという次第です。なかなか、初めウエットだったんですけど、だんだんドライになってきて、調子が上がってきて良かったと思います。まだまだまだ未熟なんで、もっともっと、勉強してまた参加できたらなと思います。今日朝から雨だったんですけど、2本目から晴れてきて、で走ろうと思った時にクラッシュしてしまったんですけど、楽しかったと思います。最初の方はサーキットで敷居が高いと思って走りにくかったんですけど、一回行ってみたら楽しいと思ったんで、みんな来てほしいと思います。はい、今最後の、周回終わりました。自己ベストは出てると思います。まあ走れば走るほど感覚が取り戻ってくるので、また、今度も、いい記録を出すように頑張ります。以上、はい、走ってみての感想は、体で感じることができる面白さっていうのがとても楽しかったです
300さんのイベントも久しぶりだし、サーキット走行も久しぶりだったんですけど、まだちょっとコンディションも戻ってなくて探りながらの走行になってしまいました。まあ、午前中天気もね、ちょっと路面もセミウェットだったり難しかったんですけど、まあ以前の感覚を思い出しながら楽しく走らせていただきました。ありがとうございました。今後、参加してみたい方とかに向けて、なんかどういうところが楽しいとかあれば。そりゃこの非日常でしょだってこんな全力疾走できるのって合法的にないから、はい、あと、まあ、筑波サーキットは狭いけど、はい、サーキットはやっぱ安全だから、まあ、街でこんな飛ばせるわけないしね、あと飛び出してもエスケープって言ってこう芝生があったりとかいろいろあるから、あとやっぱ自分の車ってこんな感じで走るんだっていうのが分かりやすいし、うちの走行会はアバウトしか走ってないから、はい、まあ、みんな大体ペースが似てるし、あと上手な人はこう初めての人にすごいケアして抜いたりとかするから、まあそんなに怖くないだろうし、あとパドックとかで情報交換とかもいっぱいできるから、割とこう初心者の人は入りやすい、努力を一応している、なのでね、なんか参加してくれたら嬉しいかなと。僕らもサポートするし、